一般に成人ではおよそ24時間周期で睡眠と覚醒を繰り返しています。この外実リズムは視交叉上核にある体内時計によって作り出されています。ここへ作用して睡眠を促しているのが消化体から分泌されるホルモン、メラトニンです。朝の太陽の光を浴びてからおよそ14時間後にメラトニンが分泌され始め、そのおよそ2時間後に眠気が引き起こされます。翌朝に再び太陽の光を浴びるとメラトニンの分泌は停止します。このような夜になったから眠るといった睡眠の調節は外実調節系と呼ばれます。睡眠の調節にはさらに脳が疲れたから眠るという恒常性調節系メカニズムもあります。つまり覚醒している時間が長くなるにつれて睡眠物質のプロスタグランジン D2 が髄液中に蓄積します。これが睡眠中枢に伝わり、ギャバ神経系を介して眠気を引き起こします。睡眠の経過を詳しく見てみると、入眠後徐々に眠りが深くなっていきます。続いて眠りは逆に浅くなっていき、眼球の急速運動、ラピッドアイムーブメントを伴う睡眠、レム睡眠が現れます。そして再び眠りが深くなり、眼球運動を伴わないノンレム睡眠になります。ノンレム睡眠とレム睡眠をおよそ100分周期で繰り返しながら、徐々にノンレム睡眠が浅くなっていき、目覚めに向かっていきます。このようなパターンが崩れ、十分な質や量の睡眠が得られない状態が不眠です。不眠は4つのタイプに分けられます。適切な時間帯に寝床に入って眠ろうとしても、なかなか眠りにつけない入眠障害、途中で何度も目覚めてしまう中途覚醒、朝早く目覚めてしまう早朝覚醒、そして眠りが浅い熟眠障害です。これらが2つ以上重複することも少なくありません。不眠によって日中の眠気や集中力低下などが現れ、精神運動機能に障害が生じる状態が不眠症です。成人のおよそ 20% に見られると言われています。不眠の原因や誘因は、身体的要因、生理的要因、心理的要因、精神疾患関連、薬剤性の5つに分けられます。身体的要因には、痛みやかゆみ、咳などの身体的苦痛、生理的要因には環境や生活習慣、心理的要因には急性・慢性のストレスなどが挙げられます。そして精神疾患関連には、不安障害やうつ病など、薬剤性には薬物・アルコールなどが挙げられます。これらに対し、まず生活習慣の指導などを行って原因の排除を試みますが、改善が見られない場合には睡眠薬による治療が必要となります。